最初に現れたグループ、次に現れたグループの一匹が捕獲器に捕まる。監視カメラのちょうど死角にあたる場所の捕獲器内のため、画面では右下の小さく映っている捕獲器の中での捕獲になります。捕獲後はいつものアライグマと同じように機内で暴れもがきました。特に今回のアライグマはあまり経験体験していないようで、非常に元気者、そして気性の激しいアライグマでありました。捕獲器の天井に駆けつき暴れ回る激しいアライグマです。このような滑稽な仕草は初めて見ます。